いいね八戸今週も13日町にある地位の八戸の7階に事務所を構えていますノーザンライツ株式会社八戸ブランチにお邪魔しております今日のお客様はこの方です自己紹介お願いしますあどうも片小沢勝博と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします片小沢勝博さん珍しい苗字ですねそうですねなかなかこの苗字持ってる人いないですね、うん ご出身ってちなみにどちらなんですか。あ、八戸出身で。<ー>はい。八戸でも、じゃあ片小沢さんって結構珍しいですよね。そうですね、よく言われます。うん、八戸のご出身で、で片小沢さんもここノーザンライツで働く前は。違うところで働かれてたんですよね。そうですね、東京で携帯電話の制作に携わっておりました。9年間ですね。はい。 そのあたりについて、順番にお話を伺っていきたいと思います。まずは片小沢さん八戸のご出身ということで。いつまで八戸にいらっしゃったんですか？そうですね。大学卒業までは八戸にいました。はい。じゃ、大学はここ八戸の大学はい。八戸工業大学ですね。うん、はい。そちらではどういったことを学ばれてたんですか？あの機械工学科でしたので、主にまあ機械系の。 はい、技術的なところを学んでおりましたその大学4年間であこういうとこに就職できたらいいなとか夢とかかって明確にありましたか特にはなかったんですけどもやっぱりちょっと物は作りたいなものづくりしたいなというところでちょっと職業を探ししておりましたそして大学卒業後東京で働かれたっていうお話だったんですけれどもここ八戸ではなくてやっぱり東京に出たかった。 そうですね、まあ、就職が厳しい時期ではございましたので、はい、ちょっとあのなかなか地元じゃ見つけにくいなというところがありまして、まあ、ちょっと東京、まあ、ちょっと世界、広い世界を見ていきたいなというところもありまして、東京でまあ働けるような職業ということで、はい、就職を探しましまたね9年間、東京で働いたというお話だったんですが、どういった会社だったんですか。あのまあ NEC カシオモバイルコミュニケーションズという会社でまあ携帯電話の制作をしておりましてそちらでまあちょっと携帯電話の強度評価ということでまあ携帯電話が壊れたりとかしないかなというところのちょっと確認のお仕事をしております、ね、でこの NEC カシオモバイルで9年間働いて辞めてしまったんですかあいやあの NEC カシオモバイル自体がちょっと携帯電話の事業撤退といったところでまあちょっとそちらを契機にまあちょっと戻ってきたというような感じですよねはいなるほどじゃあもしかしたらずっとこの NEC カシオモバイルで携帯電話の強度を評価してたかもしれないんですねそうですねでも一度東京にこの出た時で東京で働かれてるとき こうタイミングが合えば地元八戸に戻ってきたいなっていう思いはどこかでありましたかああそれはもちろんありましたね最初はやっぱり八戸で働ければいいなとは思ってましたのででもこう就職活動してるときになかなか八戸では見つからなかったから、うん、東京に出られたと、はい、そうですねやっぱちょっとそうですね就職厳しい時期でしたのでうん <laughs> なるほど <laughs> そして八戸に戻ってこられたのが 今かから何年前になるんですか2014年なので、まあ、2年ぐらい前になりますかね、はい、そしてすぐ現在のノーザンライツ株式会社で働き始めたんですかいえ、ちょっと空白期間がありまして、まあ、こっち戻ってきてから、どうしても燻製作りがやりたいなということがありましたので、<laughs> <laughs> ちょっとそちらの方をやりながら、就職活動をしていたというような感じですね。はい その燻製作りっていうのは東京で働いてる時からもう趣味としてやっていたもの？あいやこちらで帰ってきてから始めた趣味ですね。<ー>はい。もともと燻製作ってみたいなっていうものを気持ちはあったんですか？東京でとある動画を見ましてちょっとそちらを見た時にあ燻製作りたいなっていうふうな思いを持ちまして帰ってきたのがちょうどいい機会だなと思ったんで始めたという感じですね。へ 燻製作るときってやっぱりこうなんていうんですか室内で作るわけにはいかないんですよねそうですねやっぱ外で、まあ、できる限りまり風もない天気のいい日がいいなっていう感じはありますねそ,そうすると東京のときはアパートそうですねアパートだったりマンションだったりしてましたので、うん、なかなかちょっと場所的なものの問題がありまして、まあ、できなかったというのもありますね。うん、じゃあタイミングがあっ での戸戻ってきて就職活動を蜂のでしてる最中にずっとやってみたかった燻製がやれたってことなんですねそうですね、<laughs> ずっとやってみたか <laughs> <laughs>、ね、ったんで、すねう <laughs> そしてそんな、ね、すごい面白い趣味、燻製作りをしながら就職活動をしていてノーザンライツ株式会社さんで今、働かれてます。 今までの携帯電話の強度を測るお仕事とノーザンライツ株式会社さんでのお仕事っていうのはこうつながってる部分ってあるんですかいや全然ないですねはい、<ー>全くの新しいことでしたそれでなぜこのノーザンライツさんを受けてみよう働いてみようって思われたんですか最初やっぱり東京で学んだ知識とかを生かせる仕事をちょっと探しながら ちょっとやってたんですけれども、やっぱりなかなかちょっとニーズがなかったので、まあ、じゃあ、逆に新しいことをやってみようかなというところで、こちらの会社はちょっと選ばせていただきましたねそして現在、ここ、ノーザンライツ株式会社さんで働いていらっしゃいますが、大学生まではここ、八戸にいらっしゃいました、そしてその後東京に出て、現在、八戸で働いていらっしゃいます。 八戸に対する印象、学生のときと社会人になってからの八戸に対する印象って、何か変わりましたかそうですね、やっぱり学生の頃まあずっと八戸にいて、やっぱり三者大祭とか、うん、そういったもの自体は、結構あの当たり前に感じてたんですけれども、やっぱり東京の方でまで9年、10年ぐらいいて、で戻ってきてみたら、ああ、八戸って結構すごいことやってるんだな やっぱり思,思いましたね三者大祭、やっぱりなんでしょうね,ね,ぶさねぶたみたいにねぶた師さんがいるわけでもなくて市民の方が一つ一つ人形を毎年更新して作られていっというのは東京いるとそこまで大きいお祭りとかはなかったのでやっぱりやっぱすごいことやってるんだなと思いますね。 お休みの日そちらは今お祭りでしたけれどもお休みの日八戸でよく行く場所とかよく食べるもの好きな食べ物とかってあります好きな食べ物とかよく行く場所ですかそうですね結構友達がやってる喫茶店とかは毎日 <laughs> ちょっとお休みの日は毎日顔出してたりはしますねあとそうですね、まあ、よく行く場所っていうのはあれですけども。うん やっぱちょっと趣味燻製でやってるので、<laughs> <laughs> ちょっと燻製のチップ。ちょっと探しにサンデーとか、グリアンスとか行ったりとかしますけど <laughs>。いい趣味ですね。え、燻製ってこう、八戸の,の食材とかも使われるんですか。そうですね。あの鶏肉でスモークチキンとか作るときに。<ー>あのまあ、桜姫など使わせていただいておりますけど。<laughs> いいな。はい。それは趣味で終わらしちゃうんですか。 そうですね。まあ、できれば朝市とかで売りに出せたらまたちょっと面白いかなとは思いますね。八丁 <laughs> で燻製趣味にされている方って多いんですかね。そういうオフ会とかってあるんですか。なんか <laughs> そういうのはちょっと聞いたことはないですね。でも意外と作ってるお店とかはありますよね。<ー>はい。その燻製作りもやっぱり都会だとなかなか場所がなくてできなかったものが。 今はあれ実家にお住まいなんですかそうですね実家の庭でちょっとあのコツコツ作らせていただいております <laughs> ということなのでコツコツがもう少し大きくなってそして朝一で見る機会がこの後出てくるのかもしれないですねそうですねぜひ機会があれば楽しみにしております <laughs> さてたくさんお話を伺ってまいりましたけれども最後に 片小沢さんにとってここ八戸地元八戸に住むことまたは八戸で働くことのメリットとは何か一言教えていただけますかそうですね東京にいた時だとやっぱりちょっと時間に追われてなかなかあの忙しかったような日々でございましたので、まあ、初め帰ってきて結構ゆっくりとした時間を過ごさせていただいているなと思っておりますあとやっぱりそうですねあの新幹線 通ってますので東京に結構友達いるんですけども、まあ、東京にも行きやすいといったところがやっぱ八戸のメリットかなと思っております今はここずっと八戸で働きたいと思われてますかあもちろんですよ、八戸やっぱり生まれた土地なんでねやっぱこちらで働いて行、はい、ければなと思っております。ということで今週のこの時間はノーザンライツ株式会社八戸ブランチで働かれている。 片小沢勝弘さんにお話伺いました。片小沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。